はい、関口織城さんの昭和サイズ16センチです。お願いします。はい、こちらもパンチの効いたドーンとした昭和ですね。後半のこの辺の墨が出てくる頃にはもうちょっとこの肩の墨が締まってきて模様になるのかもしれません。非番の上の墨ですので動いたりもしますのでね、その辺も今後、途中経過や秋のコンテストの時に、ご覧ください。お預かりは任意となっておりますので、この鯉がですね、その時に、ガンリコンテストにいるかどうかはまだ分かりませんが、この鯉、覚えておいてください。肩墨の大きいのが墨がどのように出るのかご期待ください。はい、すごい迫力がありますね。小さいですが太鼓もあります。色は赤いですね。お腹です。はい、このままなのかそれとも締まって後半の墨も出てくるのか、楽しみに秋をお迎えしたいなと思っております。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。